悪のタクシー運転手がはびこり、ぼったくりが横行してた町、ぼったくり島栗町。そんな町でタクシー乗る方が悪いな。その対策に、市長が打ち出したのが爆発。なんどういうこと？最先端の技術で客の怒りを検知して爆発。は？爆発するようになってからぼったくりは激減。利用客も増え、タクシー業界の利益も上がり、最終的に平和タクシーだったのだ。もう脅しじゃん。そんな中、ただ一人ぼったくりを貫く者がいた。誰？そう、俺。あ、そうなの？そんな街で？はい、ということで、ぼったくりタクシーというゲームのオープニングムービーを、まあ、急に見てもらったんですけども、まあ、つまりぼったくりをするタクシー運転手になるゲームです。まあとりあえずやってみようか。はい、勤務スタート。ぼったくるぞ。お客様選択、社畜。まあ、つまりお客様を怒らせないように、気づかれないようにメーターを上げてって、まあお金いっぱい踏んだくるってことだよね。社畜、踏んだくるぜ。ほう、あ、乗ってきた。え、お客さん、ついてますよ、幽霊。あ、はい、操作方法。WSD または矢印で、道を選択。はい。うん。客の機嫌を下げないように会話を選択し、ぼったくり続けよう。あー、なるほど。会話して意識を会話に持ってきながら、実は違う道を通ってゴールまで、できるだけ遠回りするとか、そういうこと？はい。自分今ここで、ゴールがここね。とりあえず、前に進む。クリックでマップ開く。はいはいはい。あ、結構遠いな。OK。外側クリックでマップ閉じると。うん。で、まあ、とりあえず、進行方向は、こっちね。4ターンごとの会話確率メーター。どういうこと？会話をするかどうかは確率ってこと？これでさ、思いっきり右とか言ったらどうなんの？右。あ、なんか嫌な SE が鳴った。お客さんね、実はね、こっちが近道なんですよ。そう思うじゃん。あの、まっすぐ行った方がいいと思うじゃん。違うのよ。まっすぐ行った方が絶対いいのよ。お、幽霊って信じますか？最近何かに取り憑かれてるような気がして。と聞かれたので、信じてます。でもお客さんについてるのは、いい霊かも。信じてないです。昨日持ちようでしょ？だからつまりこの人の機嫌を損ねないようにするんで、何かに取り憑かれてるような気がしてと言ってるんだよな。それに対して、そう言ってる人に対して信じてないです。昨日持ちようでしょというのはちょっと冷たいよな。だから信じてます。でもあなたについてるのはいい例かもしれないですね。へへ。お、オッケー。そうしたら嬉しいですね。仕事のサポートとかしてほしいですね。社畜頑張ってんな。そして右に曲がります。もうただ一周してるだけのように見えるでしょ？違うんですよ。ジャンプするには一旦しゃがむでしょ？それと一緒。パンチをするには一旦拳を引くでしょ？それと一緒。最近見る夢に女の人が出てくるんですよね。なぜでしょう？誰かがあんたに会いたがっているのかも。実は知り合いとかではないですか？会社の人とか。なるほど。会社っていうワードが多分この人の機嫌を損ねるのよ。社畜だから。だから誰かがあなたを好いているのよ。こっち、オッケー。さあ、向かっていきましょう。てか待って、これ何？この金額のオンオフ、メーター回ってるもんな。ちゃんとオン押してもいい？あ、なんだ、赤くなった。お、え、今のぼったくれたのか。最近なんか給料が下げられたんですよね。なんかやらかしたの？もしくは会社の景気が良くないんですか？まあ、こっちでしょ。こっちだよな。あなたのミスっていうよりも良くないんじゃない？業績が全体的な。うん、最近部長がやらかして、会社がビジネスぼったくり被害を受けてはいましたね。あら、そうなんですか。まあ今まさにぼったくられてますけどもね。ビジネスぼったくりをした犯人、一体誰なんでしょう？社長さんとかじゃないですか？もう社長自らが実はね、やってるとか。取引先の人だったり。いや、でもこれは単純か。もう社長だったらムカつくよな。うん、社長のせいで自分の給料が下げられてる。それムカつく。で、こっちに住んだけど、これさ、オンにしたままでいいのかな？これってつまりさ、今ワンブロック進む間にメーターが1回上がるっていう、そういうぼったくり仕様にするボタンでしょ？ほう。で、この 20% って下がってんだよね、ここが。これが0になったらゲームオーバー爆発とか、そういうことか。ちょ、10% になって危なかったら、これオフにしよう。じゃあ、取引先の人だったり？うん。
あー、わかんないですけど、なんか社長とこの町の市長が一緒にいたって噂が、町ぐるみか。とりあえず前進もう。1400、ワンメーターごとに上がっていくぜ。おめえの泣き足の給料全部ここで吐き出してもらう。すげえ、ワンブロックも痛いのにもう200円。うちの会社はもしかして市長が関わってるんですかね、こんなブラック企業に。そして右に曲がり、あ、そっかそっか、一旦会話しないと車進まないんだ。そうとも限らないでしょう。そうでしょう。まあそうでしょうって言ったら切れるんじゃないかな。試しに行ってみようかな。なんか怒るかもしんないけど。で、今50%上がってんだよね。じゃあいっか。そうでしょう。あれ、いいじゃん。もしかして彼、悪い人なのかもしれませんね。もう吹っ切れてない？うん。お、今の仕事を選んだ理由とかあるんですか？いや、ここしか分からなくて。始めてから分かる楽しさもありますよ。みんな だいたいそうですよね。私もですよ。これ、社畜に対してはきついかな。行ってみよう。あ、怒った。それがないんです。あら、そうなの、かわいそうだから。まっすぐ向かってあげよう。金も大変だな。2000円。はい。マップ的に大通り越えて1,2,3,4 ブロック先ぐらいで左か。はい。まあ疑われないようにとりあえずまっすぐ行っときながら、ここ大通り、まあ、まっすぐ行ってもいいし左行ってもいいんだよな。じゃあ左行こう。はい。休日で何しますか？仕事疲れで家ではずっとダラダラしますよ。休み多いで外にドライブとか、よく友人と来ますね。まあ、つまりこの人は社畜なわけだから、もうかなり疲れてるわけよ。だから休み日なんかもう寝るしかないと思うんだよな。うん。これはやばいかもね。休み多いんでって言っちゃうのは。だがあえてアピール。あ、怒った。余裕がありそうで羨ましい。明日も朝早い感じですか？そうですね。いつも朝5時には家を出ないといけなくて。待って、今 100% だな。家から職場までだいぶ遠いですね。まあ朝の方が電車空いてていいですよね。どうしよう。ポジティブに言うか。そうね、早朝だったら電車空いてるもんな、きっとな。家から職場までだいぶ遠いですね。これはそういう意味じゃないでしょう。遠いから早いんじゃなくて、忙しいから早いんだよ。ちょっと怒らすぎたから、そうね、もう真顔だし、こっちにしよう。ポジティブよ。 OK。 はい、座りながら寝ることがほとんどです。あー、そうなの。マップ的にはもう右に曲がった方がいいんだろうけど、あ、なんだ、家にいると時折ガタガタという音が鳴ることもがあって、それは幽霊のせいだ。風とかじゃないんですか？そんな気にしなくても幽霊の仕業かもしれないですね。そんなに気にしなくても、いやー、こっちなのかな、なだめられんのかな。こっちで行こう。幽霊気にしてるもんな。オッケー。ちょっと今怖いから、本当はもっとまっすぐ行きたかったけど、ドジっ子運転してごめんちゃいって言おうと思ったけど、ちょっと一旦進もう。今朝の星座占いで俺8だったんですよね。おお、8。下から数えた方が早いな。真ん中ではないな。いや、いい感じじゃないですかって言えない順位だよな。真ん中くらいですね。真ん中っすよ。全然平気。へっちゃら。なんだって？そうですか？この時点で最、うわー、そうなの？その星座の人たちみんな運気が、運悪いな。あ、ちょ、怖いから進もう。あのさ、星座占いとかさ、朝のニュース見るけどさ、んなこと言ったっけ？その日本国民の12分の1がそうじゃんみたいな風に思っちゃうわ。待って、左行ったらやばいかな。3,400円。ぼったくりにしては全然、もう優しい。あ、左行っちゃったらやばい？あ、やばい？やべ？俺をコケにしてるのか？この野郎！あ、やべ。会社だけじゃなく、どいつもこいつも。ひどいよー！怒り方かわいい。全く目的地に着かないじゃないか。明日も会社があるのに、限界だー！やめて、お客様！お客様！お医者様なりません！お客様！あー！っていうことね。あ、だから機嫌がいい時じゃないと遠回りできないんだ。うん、遠回りしていいのは機嫌がいい時だけ。なるほど。ちょ、もう一回行くわ。早速見られる前にボタクリスでスイッチオン！ゴー！よし。まあ、会話はさっきと同じような感じなのかな。ここのメーターの仕組みが俺はまだよく分かってない。この 50% ってやつが。うん。
なんか会話の成功率みたいな、そういう感じか。どうしよう、ここ何、ちょっと見に行かね、一緒に行きましょう。お客さん、あの星気になるんで、俺と一緒に星を見に行かねえか。あ、書いてるな、特殊イベント。家にいるとガタガタ。そんな気にしなくていいよ。はい、うん、安心安心安心しちゃって。幽霊、幽霊は、信じてますで よかったっけ。これいい例かもしれないよ。うん、よしよし、 OKOK、 まず行こう。で、女の人が夢に出てくる。会いたがってんじゃないの、罪な男だぜ。さあ行くぜ、俺と一緒に星を見に行こうぜ。結構先やな。最近給料が下げられた。会社の景気が良くないんじゃない。うん、君の問題じゃないさ、君が悪いわけじゃない。はい、そしてどん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 先行って。てかさ、この周りの景色もすごいよね。うん、 2D と 3D が融合してる。仕事についてどう思いますか。あれ、この質問はなかったな。仕事についてどう思います。まあまあですかね、仕事なんてそんなもんでしょ。この件の話ひどいもんですよって、お互いにこう愚痴を言い合う方が気が楽なのか、こっちかな、ひどいもんですよ。あ、 OK、 あなたもですか。私も上司が理不尽なもので散々ですよ。ビジネスぼったくりをした犯人。あ、この話か。これ社長でよかったっけ。あ、違う、そう言ったらまずいんだ。取引先の人だったり。オッケーオッケー。そしてまだまっすぐ行くぜ。うん、あれ、これ今の SE は。あ、なるほど。遠回りしてるのがバレてるのか。うちの会社もしかして市長が関わってるんですかね、こんなブラック企業に。そうとも限らないでしょう。お客さん、ここね、右折できないのよ。うん、左一旦曲がりますよ。はい。あ、やべ、真顔だ。おっかね、おっかね、おっかね、おっかね。右曲がりますから。あれ、これもう完全にバレてんのか。やべえな。でも星はもうすぐなのよ。まっすぐいったらまずい。あ、ダメだ。完全にバレるんだ。あー、ぶち切れぶち切れ。失礼しました。さて、もう一回いきましょう。ぼったくり設置オン。まっすぐこっちゃな。いけないの、マジで。なんか機嫌がいい時だけ。表情を見てくしかないのか。最初だ、この会話がない時に一気に稼ごう。無理か。いい例かもしんないよ。はい、まっすぐまっすぐ。女人出てくる。罪な男めよ。あなたに会いたかったんじゃないの。はい、行け行け、今だ今だ、まず行けまず行け。よし、給料下げられた。会社の景気。はい、よしよし、星見に行くぞ星。犯人一体誰なんでしょう。取引先の人だったり。うん、だからちょっと間が空いたらちゃんと進行方向を戻さないとまずいのか。むずいな。で、こっから先は失敗にてか遠回りになるから危ないと思うんだよな。ほら、こうなんでしょう。 だけどまだ笑顔。あ、こういうこともあんのかなっていう感じでね。うん、まあこっちから曲がるのかなって思ってますよね。まだ笑顔、まだいける。あ、ちょっと危ない。うちの会社もしかして市長が関わってんですかね、こんなブラック企業に。そうとも限らないでしょう。あれ、あ、これミスだった、やべ。ちょっと一旦右に曲がらせていただきます。まあまあ、笑顔に戻ってもらってね。で、一旦会話をしないとダメなのか。うん、あー、遠ざかっちゃう星から。お星様から遠ざかっちゃう。昨日道行く人に舌打ちされちゃって、俺がどんくさいから。あー、いますよねそういう人っていうのと、嬉しみの舌打ちと捉えたらいいじゃないですか。え、何それ。どういうこと、何を言ってるの。これでいけるのかな、これ。あ、ダメだった。どういうことですか。いや、そうっすよね、自分でも言ってどうかなと思いました。はい、訂正させてもらいます。訂正のクラクション、ファーン。まっすぐまっすぐ行きますからね。周り誰もいねえな、車もいねえ。俺なんか取り付けたりするんですかね。悪霊退散、悪霊退散、もしくはナムアムダブツ。これでいく。悪霊
答するんであれば、うん、じゃあここは運転手さん一肌脱いで悪霊退散しようかな。悪霊退散、悪霊退散。なんだって、それ俺に言ってんすか、俺が悪霊と。なわけない、なんでそうなるの。え、待ってて、あ、くっそ、これダメか。もう一回やります。本来ならここで右に曲がるんだけども。お、ちなみに何系の書道なさってますか。営業ですね。対面のお書道って疲れますよね。営業は成果が出やすいので、楽しそうですよね。楽しそうとか言っちゃダメだ、絶対に疲れますよね。 OK、 ちょっと機嫌取ったんでまっすぐ行こうか。クレームとか多くて嫌な時もあります。あ、やべ、給与下げられたんですよね。会社の景気が良くないんじゃないですか。あ、今笑顔、いける、まっすぐ行こう。まだいける、まだいける。犯人って誰なんでしょう。取引先の人だったりだよね。うん、でまだ真顔だからダメだ、右曲がろう。うちの会社もしかして市長が関わってんですかね、このブラック企業に。あ、もう覚えてね、取っちゃったっけ。そうとも限らないでしょう。そうでしょう。 OK、 左だ、左。あー、まあいける、まだいける、まだいける。休日何しますか。仕事疲れでいざずっとダダしますよ。え、これも取っちゃったっけ。ドライブとかよく友人と行きますね。はい。あ、やっちゃった。 あとちょっとだったのに。特殊イベント、ちょっと一旦右回ります。はい。いやー、しくっちまった、自分の記憶が、はあ、でここは左でちょっといけるか。いやー、もう限界か。限界早いぜ兄ちゃん。あ、でも何も質問してくんねえから機嫌取りようもねえ。じゃあ右行こう。くそー、あとちょっとだったのに。特殊イベント、まっすぐ行くか。なんかお話しようぜ。お、ラクさん、この町にはお仕事以外に来ることない感じですか。はい、あまり来ないですね。リフレッシュで遊びに来てみるとかどうですかっていうのとか、職場付近って仕事のためにしか来ないですよね。遊びに来てみるとかどうですかって言ってさ、遊びに行く時間があるわけないだろうって切れるかもしれないし。待って、これもなんかな、仕事を思い出させるからリフレッシュ、これ。あ、ダメだ、休暇さえあれば来れますけど。で、やっぱりなっちゃうか。あ、終わった。あー、もうダメだ、この人難しい。兄ちゃん、話そうぜ、話そう。うん、市長がかかってるんですかね、このブラック企業に。そうとも限らないでしょう。あれ、あー、またやっちゃった。右曲がります、むず。いや、もう一旦これはゴールするべきか。あー、もうここまで来ちゃったらもう曲がれないしね。特殊イベントは一旦諦めて、このお兄ちゃんを、まあ、とりあえずいいぐらいまでぼったくって返してあげるか。うん、なんか話しましょうよ、お兄さん。最近何見てんの。なんか見てないの。あ、まあ、そっか、あの、なんかこう映画とか見てる時間もないのか、きっと。あー、もう全然ダメだ、マガをずっとこっちも見てくる。監視されてる気分だ。くそ、この大通り左に行きたかった。てか、なんかこの街並みなんか札幌っぽいな。タクシー運転手って結構稼げますか。いや、もうがっぷりですわっていうのか、業務時間のりに商売あがたりですわ。共感を得るか。うん、はい、 OK。 俺も毎日残業してるのに金欠わかります。ここ、いや、まだ真顔だからまっすぐ行くわ。今の仕事を選んだ理由とかあるんですか。いや、ここしか受からなくてって感じで。どっちだったっけ、もう覚えてねえ。初めてから分かる楽しさもありますよ、みんな大体そうですよね。私もですよ。こっちかな、はい、 OK。夢を叶えるのって大変ですよね。今だ、チャンス。うん、ちょっと遠回り。俺なんか取り憑かれてたりするんですかね。で、南無阿弥陀仏と唱えましょう。南無阿弥陀仏。うん、でもまだ真顔だから右かな。お祓いの言葉ですか。あ、冗談でも嬉しいです。はあ、転職したいな。石の上にも3年って言いますよ。慣れるまで待ちましょう。この言葉俺好きじゃないわ。辛くなりすぎる前に辞めるのもちょっとの手ですよ。こっち。OK。そうですよね。本当にここでいいか考え直してみます。まっすぐ行こうか。うん。もう、そうね。ゴールはここ。今、笑顔。
いける。ぼったくれる。4200円。まだいける。真顔まだ OK。真顔まだ OK。会話なしなんで。そう、こうやって言った方が、いや、やばい、危な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 い。どうしよう。右に曲がるか、まっすぐ行くか、まっすぐ行こう。え、ダメ？いや、ゴールの進行方向じゃないの。え、右曲がりますから、じゃあ。はい。え、なんで？え、なんで？合ってるじゃん、こっちで。何が不満？あぶね、あぶね、あぶね、よかった。じゃあ、ここで飲みます。ありがとうございました。5000円か。あ、でも A ランク。あ、じゃあ、いっか。ということで、あ、新しいお客様、アイドル、行こっか。はい。お、お昼だ。はい。ご乗車ありがとうございます。で、早速、ぼったくりの、メーターを入れさせていただきます。はい。進行方向まっすぐ行ってのここか。で、ここが特殊イベントなんだよな。いきなり右行ったらやばいかな。うん。あ、いけそう。うん。いいよね。まっすぐ行ってこっち。こっちの道ね、混んでるんですわ、お客さん。はい。お、うん。なんか失敗の SE もなってないし、いけそう。いける、いける。ん、あなた、まくり坂46って知ってる？まくり坂？数年前、一世を風靡したグループですねっていうのか？かつてこの街でもライブをしてたとか？もしかしてこの子は、そのまくり坂46だったのか？数年前か。ほう。数年前って言うとまたあれだよな。じゃあ今はどうだっていいのよってなっちゃうし。でも一世を風靡したっていうのは嬉しいと思うんだよな。で、これは良くないかもしんない。こっちか。はい。オッケー。そうよ。私、あ、憧れか。彼女たちが憧れなの。オッケー。機嫌取ったんで、ぼったくらせていただきます。あ、そっか。目的地はここだから、まだ許されてたのか。ここまでは。はい。まだ笑顔。いける。こっちの道立ってますか？私、会場に急いでるの。あ、それはなんかね、急いであげたい。俺もライブとかするからさ。一刻でも早く目的地に到着できるよう尽力しています。実は裏道があって、こちらの方が近道なんですよ。そうなんですよ。はい。え、ダメ？え、そうなの？そんな道聞いたことないけど、ちょっと一旦左。私、小さい頃にまくり坂46のライブに行ったことがあるの。ほう、それはいい思い出になったんじゃないですか。もしくは、もしかしてそれでアイドルに、興味を。え、いい思い出だったんだよな、きっとな。いや、わかんない。こっちにしよう。それでアイドルに興味を。オッケー。え、私もステージに立って輝きたいと思ったの。え、本当ならこれで右曲がりたいのよね。ここ。だけど今、真顔ちゃんだから、しかも、こっち行ったらもう逃げ場がないのよ。うん。だから、左か。左に行きます。しょうがない。どこに行ってもなんだか楽しめないのよね、最近。みんな病んでんな。楽しい日もあるんじゃないですか。期待しないで行くのも人との楽しみ方かもしれませんよ。こっちか。うん。気負いせずに笑顔。じゃあこれで右に曲がっていいかな。はい。この町の市長が何か重要な問題に、関わっているらしいの。この市長、ここの市長やべえな。その人には黒い噂が絶えないですね。もしくはそれはアイドル活動に関係するんですか。ほう、聞いてみるか。はい。うん、噂だけはね。悪人が市長だったらいいじゃない。そうっすね。ちょっと待ってね。俺もそっちよりもね、どうやっていこうか考えてて。笑顔。行こう、こっちだ。まくりドームって、ご存知？あ、正直憲法やってるとこですか？ライブとかが行われてる場所ですね。こっちだな。はい。うん。まだ、いける。笑顔。うん。私、憧れのまくり坂46と同じように、まくりドームの舞台に立つことが夢なの。夢があったのは素晴らしいですね。あ、眩しいな。おじさんには君がもう眩しくて見えないよ。もしくは、やっぱり好きなんですか、アイドル。もう好きに決まってんじゃん。夢があるのは素晴らしい。オッケー。で、本当はここでまっすぐ行きたいけど、左に行きます。はい。私、今アイドルだけど、実は卒業後の人生が怖くて、なんてね、冗談よ。卒業後のアイドルが成功するのは難しいですよ、なんて言うな。最近は卒業後に、活躍するアイドルが増えてきましたよね。こっちだよ。希望を与えよう。オッケー。今がチャンス。その希望に満ち溢れたアイドルを、ぼったくる！いけるぜ。いけるって頑張ろう。いや、ここで会話がないんであれば、ちょっと怖いから、左行こう。うん。
今度のライブで CD 出すから運転手さんも買ってよ。いいですね。実は車内で流す曲も少なくて、もしくは、あ、機械があったら買いますよ。これダメだ。行けたら行くような感じだ。じゃあいいですね。うん。はい。OK。そして、行ける!あと少し。あーぶー!最近ちょっと落ち込み耳で切り替えられないの。そんな日もありますよね。そんなことがあるんですね。なぜ心が沈んでるんですか?これって深掘りしていいのかな?でもこれは軽く流しすぎだよな。なぜ心が沈んでるんですか?こっち。あ、ダメだ!話してもわかんないよ。あ、終わったかこれ。終わったか終わったのか?来たら行きます。まだ行ける。マクイズかホチシックス、好きなんですよね。私も一時期よく聴いてました。へぇ、どの曲が一番好きなの?愛のコンプレックス、空に送る愛の歌、わかるか知らねえよ、どっちが好きなんだよ、この子が。愛のコンプレックス、空に送るって何?コンプレックスはちょっとネガティブっぽいもんな。こっち。ダメだ!その曲ね、親身すぎて私は得意じゃないかな。あー、もうぶち切れじゃない?これ、ダメかこれ。まっすぐ。あ、ダメだ、失敗してる。ねえ、時間かかりすぎじゃない?はあ、あんたさ、遠回りしてるでしょ。私は急いでんの。いい加減にして、なりません。お客様、あったまきだ。お客様、なりません。もう降りるんだから、なりません。ああ、ボカーンとなって、終わりですよね。はい。むずこれ、どっちだったっけ?そんな日もありますよねにしていい?オッケー。そうね、気晴らしにどっか行きたいかも。じゃあ、あちら行きましょう。私小さい頃に、ライブに行ったことあると。それでアイドルに興味を?うん、オッケー。笑顔。じゃあまだ行ける。で、この町の市長がやべえちゃん。それはアイドルに関係するんですか?はい。まだ笑顔。いける。危ねえか。そろそろ危ねえか。お話ししましょう。お話ししましょう。あ、ここで、まあ、左に曲がりましょう。左。ドーム知ってる。ライブとかが行われてる場所ですよね。で、本当ならここで右に曲がりたいけど、逃げ場が少ないんだよな。1、2、3。攻めよう。うん。ドームの舞台に立つことは夢。夢があったのは素晴らしいですね。OK。だけど、笑顔になるのやぶねえ。でも行くしかねえ、まっすぐ。もうこっち来たらね、しょうがないんですよ、お客様。あと先、もう少し先で曲がりますんで。あ、なりません。お客様、なりません。あぶねえ。あ、終わりか、これ。次曲がりますんで。いけるかな?左。あぶねえ。なんとか持ちこたえだ。あ、でもいけそうじゃない?もうこれまっすぐ行けばさ、ゴールだもん。もうゴールっていうか、特殊イベント?いけるって。あ、あれは、あ、いけた。特殊イベント、それは一体何なんだ。まくりドーム。あ、これがドームか。うん、どうだ、初心を思い出すか。私、アイドルという仕事は大好きだし誇りを持ってる。うん、でも好きだけじゃうまくいかないことも多くあって、うん、やっぱり私には遠い夢だったのかな。あ、そういえば、あの、話変えるのおかしくね、これ。え、何これ?いつか誰かが落とした、この光る棒はライブで使用するものですよね。サイリウム。あ、そう。それはまくり坂の。あ、そうなんだ。懐かしいわ、それ。確か私が初めていたライブで、売ってたサイリウムだわ。じゃあ、思い出の品じゃん。こんな感じで応援するのかな。あ、運転手さん、粋なことを。うん。え、あ、俺が振るのか。はい。フレーフレーお前フレフレお前フレフレ、あー、この感じ懐かしい。なんだか初心思い出したわ。フレフレお前が気になる方はラーメンさんのモーフィングってコントを見てみてください。やっぱり夢は諦めることなんてできない。お、怒りが収まった。なるほど、そういうことね。特殊イベントってのは今のような感じの会話が出てきて一気に怒りを沈めると。よし、オッケー。じゃあこっから先は普通に進んでいこうか。今度のライブで CD ですから、OK。機械があったらじゃなくて、いいですね。はい、流しますからね。よし。で、進みつつ、まあ、最後の方でちょっと調整しようか。うん、そうしよう。だからそれまでの間に、怒らせないように頑張ろう。私、恋バナに酔えてるの、なんかない?逆にお客様に会ったりするんですか?逆にっていうな。
特にはもうな。いや、これはさ、こういう話題を振ってるととはなんか話したいことがあるんじゃないのか。こっちなんかあんの。え、ないのかよ。恋愛してたらトップにはならないわ。私はストイックになりたいの。逆質問マジ許せないんだけど。めっちゃ怒ってる。マジか。まあでもまだ真顔の範疇。とりあえず普通に住んどけば怒ることはないでしょう。え、あそこのタピオカ屋潰れちゃったのよね。諸行無常、乗車必須。そんなこと言うか。え、そうなんですか。まこっちじゃないか。うん、オッケー。危ねえ。そうよ、付き合ったのに。ふう、してまだまっすぐ行こう。うん、なんだか自分の目標を思い出した気がするわ。絶対に来年はマクリドームの舞台に立ってやるんだから。うん、夢があるってのは素晴らしいですね。あんな大きな舞台、やっぱり若いってのはいいですね。こっちにしよう。夢があるってのは素晴らしい。オッケー、ありがとう。私やっぱりアイドルが好き。よし。はあ、エゴサしたらライブに対して文句つけられてたんだけど、そんな見るんじゃない、もっといいライブにして欲しいっていう応援かもですよ。まあまあ、いい意見もあるんじゃないですか。そういう文句も言ってくれるだけマシよ。本当に何も言ってくれない方が一番やばいからな。だから応援かもですよ。はい、こっちにしよう。あ、ダメ。は、アンチにお情けかけるつもり。まあ、そう、いやいや、そういうことじゃないっす。違うんだよな。アンチは全然そのファンの逆じゃないんだよ。もう文句とか言ってもらえるってことはもう興味があるってことだからさ、興味がない方が一番やばい。なんかいろいろ言いたくなるぐらい、その自分に興味があるって風に思った方がいいんすよ。はい、まあ、実際そうと思うしな。お感じ最高ね。あんたもそう思わない。こいつやべえな、めっちゃそう思いますっていうか、まあぼったくってるしね。まあ少しは、まあまあまあ、これは共感した方がいいだろうな。めっちゃそう思う。え、何、タクシー運転手がお金好きってぼったくらいなんか心配。なんでだよ。お前はこういうとおかしいよ、この人は。で、左に行った方がいいんだな。はい、左。え、合ってるじゃん、道は合ってるじゃん。わあ、時間かかりすぎじゃない。あんたさ、あ、もうダメか、失敗だ。あー、バレた。この子むず。はい、もう一回行きます。はい、まっすぐゴー。まあもう特殊イベント見れたし、うん、そもそもさ、うん、この道の中で普通にゴールでするってのも普通にちょっと難しいはずだから、まず向かうは普通に。道は合ってるよ、本当に本当に普通に合ってるよ。安心して。近道なんですよ。これがさっき失敗したんだよな。一刻でも早く目的地に到着できるよう尽力しています。お任せあれ。もう何でもいいけど早くしてよね。めっちゃ行ってくる。うん、ぼったくってる俺が言うのもあれだけど、こいつもやべえな。そして大通りなんで、ここで右へ行こう。うん、はい。札幌のなんか大通り思い出すな。はい。さて、有料ドライバーならばもう少し左に曲がるんだけど、あいにく俺はそうじゃねえんだ。タピオカ屋ね。そうなんすか。へえ、ウケると思う、ウケると思う。うん、あのギャルが言うウケると思うってなんなん。ウケるならウケるでいいじゃん、思うって何。やっぱり握手会とかありますか。あるけどずっと握手するの大変で嫌だな。おう、そんな態度じゃ売れないな、なんて厳しいこと言うんじゃなくて、せっかく会いに来たいのに。そんな、いや、こっちもこっちやな。でもこっちでさ、しかもおかしいよな。こっちか。うん、でもがっかりしてる態度、まあでもしょうがない、こっちだ。オッケー、確かにいっぱい人が来てくれた時は嬉しいかも。まっすぐ行こう。してここをちょっと通り過ぎるか。待てよ、これってさ、ここのブロックに触れたらもう終わりってこと。ここの交差点に来たら終わりやんか。いや、とりあえずまっすぐ行ってみて、こう迂回してみるか。はい、まっすぐ。いや、まだ攻めれるんだよな。3,400円。こんなんじゃぼったくりとは言えない。でも真顔になっちゃった。じゃあ一旦左行こっか。左。え、いや、合ってるって。そう、これがあんのよな。越えてから、うん、迂回してもなんかダメ判定食らう。いや、もう危ねえ、もうゴールしよう。はい、危ねえ、目が死んでる。はい、お待たせ。まあ4000いいとしましょう。あら、着いたのね、ありがとうね。うん、
まあ一応ブチギレモードじゃない。あ、でも A ランクいいじゃん。あえたねー。よし、オッケー。ふう、ぼったくろんってむずいな。で、ヤンキー。じゃあもう一個行ってみよっか。はい、ヤンキーくん。切れんの、バイク乗せてくんな、おめえ。やばすぎだろこいつ。こっち側にあんのか。あ、でもさ、まっすぐ行ってもこうなっちゃうのね。じゃあこう行ってこうだ。うん、よし、頑張ってみよう。でもさ、しばらく、うん、一応進行方向扱いになるなるはずだから大丈夫。あの、お客さん、オンバイクオンタクシーはおかしくないっすか。まっすぐ行こう。俺の昔からはダチがいるんだけどさ、ずっと仲がいいんですね。はい、その人はどうしたんですか。まあ仲がいいんですね。まだわかんねえじゃん。うん、どうされました。いいよね。なんか最近な、遊んでくれなくてさって言ってると、はい、絶対こんな喋り方じゃないけど、うん、まだいける、全然まだいける、まだ目的地に向かってる範疇。あいつが釣れない理由なんかあんのかな。どうしたんでしょうね。なんか軽いな。もしくは喧嘩でもしてしまったのかい、坊や。こっちかな。はい。え、ダメ？いや、あいつとは一度も喧嘩したことないぜ。まあ、マブダチなのね、わかった。じゃあ一旦左に曲がらせていただきます。あいつ、俺の知らないところでぼったくりに巻き込まれてんじゃないのか。今あなたもぼったくりに巻き込まれてます。ぼったくり、その可能性はあるな、坊主。もしくはあなたに相談してないんですか。まだ笑顔だよね。うん、まだいけるな。どうしようかな。こっちかな。その可能性はありますね。うん、きっと心配かけまいと思ってるんだ、あいつ。で、俺はこっち行くと、まあまだ進行方向の範疇。なんか聞いたんだけどよ、この町の市長がぼったくりを起こしてるらしいんだよな。でも市長はさ、ぼったくりをなくそうと思ってこのタクシーが爆発するシステムを作ったんでしょ。やべえけどな。その噂はたまに来ますよね。いろいろ市民のために尽力してると来ましたが、じゃあその噂聞くね。はい、オッケー。あいつ何か関わっているんだろうか。まっすぐ、こっから危ねえな。もしもあいつ何かあったら絶対許さねえ。俺はあのバイクに乗ってる君が許さないけど、きっと大丈夫です。お友達ですから無事ですよ。これどういうこと。お友達ですから無事ですよ。いや、繋がらない、繋がらない。きっと大丈夫です。絶対大丈夫だよ。お前が脇なんでバカ野郎。オッケー、俺もそう信じてる。さて、まっすぐ行っていいよな。よし、まっすぐ GO。 そろそろ危ないか。大丈夫、次左行くから。一旦これで左に曲がると。うん、でも無理やり行ける気がする。行けるな。でももう一回まっすぐ行って右でもいいか。いや、もう行こう右。おい、ちょっと待て。おっと、どうされました。お、大丈夫？これ友達？あいつ、俺のダチじゃねえか。怪我してるみてえだ。早く止めてくれ。おお。これどういう状況？おいおい、ひどい怪我じゃねえか。なんとか知らねえと。絆創膏？この絆創膏気になってたけど、確か緊急用の絆創膏が立つです。応急処置できるわ。できるかい？こんなんで。おお、助かる。バカか。あ、俺貼るの？どこに？あ、顔か。はい、顔に貼る？ん？どういうこと？これでいいの？どういうこと？どういうこと？ああ、貼った。ぽいっす。これで良くなればいいんですけど、友達、これどういうこと？なんとか大丈夫さな。おっちゃんありがとう。恩人だ。あ、特殊イベント終了のようです。じゃあ、もうあとつ、おお、乗ってきた。お前、休みは何しよう。お前って私に聞いてます？私にお前って言いました？あ、まあまあいいか。最近はゲームですかね。ポケモンとかわかります？私に休みはありません。どうしよう。あ、でもポケモン話で盛り上がるんじゃない？ポケモン。オッケー。あれおもろいよな。お、友達消えた。え？何今のイベント。まあ友達はボコボコにされて公園で伸びてたと。はい、まあそれはいいとしまして、まっすぐ行きます。うん、うん、まあとりあえず目的地まで遠いし、その間の会話も怖いから、とりあえず目的地には向かいます。はい、まだまっすぐ。なんで向かってるじゃん。
おかしいよ。で、右。うん。お、来た。目的地。まだよ。抱えすぎじゃねえか、時間。なあ、おい。この道を右に曲がったところで着きますよ、適当。はい、さ、最短で向かっております。ひぃー。え、ダメ？おいおい、さっさとしろよ。ダメこれ今の。まっすぐ。お前、守りてもなるか。友達がちょいちょい出てくるの気になるな。いつか家族ができたら、その人たちですね。おお、これはいけんのかもしれないな。安定した生活ができればいいんです。いや、ヤンキーはそんな安定とか考えてないから。そうね、そして、ダチへの友情へは熱いからこっちだ。家族ができたらよ、それが宝物だろうが。オッケー、仲間ってことかよ。ああ、俺と同じだな。生きていく上で大事なのはよ、強さと優しさ、どっちが大事なんだ。なんだこいつ。無論強さです。いや違う。いや、優しさです。それもそう正しいです。ヒー。いや、これダメだろ。さっきのヒーパターンで失敗したから、無論強さである。すべてを守れる強さ。それが欲しい。なんでだよ。さっきヒーってダメだったじゃん。ここタバコ吸えるよな。吸えないけど僕はタバコ吸いますよ。もしくは禁煙なんでごめんなさい。いや、待てよ。これは多分怒るよな。いやでもこっちはこっちで、そのタバコ吸いますよって言ったら、禁煙者だろうが、お前ルール守れるのかよってなるから、どっちだよ。こっちだ。こっち。なんでだよ。なんだてめえ、それかなんだ、マウントって、何がマウント、どこにマウント。お前一日にどれくらいドライバーしてんだ。8時間くらいかな。いろんなケスマがいて楽しいですよ。もしくは8時間ぐらいですかね、やりがいありますよ。おお、どっちも8時間で変わんないけども、楽しいっていうのか、やりがいがあるっていうのか。やりがい、やりがいだろうがよ。なあ、なんでだよ。へえ、ずっと運転してんだ。あ、ダメだ、もう終わりました。今は何が悪いの。おい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 、てめえよ、バレねえとでも思ってんのか。やべ、なんと一緒のやつは。あー、やべ、止まりしてんな、許さねえからな、てめえ。あ、またつるてめえ、この野郎。最後めっちゃむず。お、なんだ。最近よ、ヤンキーやめようか悩んでんだよな。おお、楽しくないんですか。まあいいと思いますよ。軽い。こっちかな、楽しくないんですか。おお、ダチが高層のぼったくりで死んじゃったの。つれんだよ、今すぐやめろ。友達死んでんだったら今すぐやめろ。で、とりあえず普通に向かってます。はい。お前一日にどれくらいドラバーしてんだ。やりがいが失敗したんだっけ。楽しいっすよ。オッケー、そうなのか、出会いってやつがあるってことか。あ、やべ、ミスった。俺この前喧嘩で負けちまってさ。その経験また成長の糧である。オッケー、いいこと言うじゃねえか。で、ごめん、俺はどうしても迂回するしかない。この辺なんかいい店あるか。すぐ近くに安くて美味しい居酒屋がありますよ。高校生に言えるか。この前行ったレストラン良かったですよ。これか。オッケー、おしゃれな感じか。いいな、俺にお似合いってやつだな。こいつバカだな。今から、おお、何、戦いに行くの。やめた方がいいっすよ。気をつけてくださいね。気をつけてかな。はい、オッケー。おうよ。こいつバカだ。生きてくれて大事なのよ、強さと優しさ、どっちが大事なんだ。で、こっちが、そう、口調が腹立つと言われたと。いや、優しさです、それこそ正しいです、ヒー。ああ、そうだよな、俺はもっと人に優しくできる人間になりて。で、まだぼったくれそうなんで、まっすぐ行こう。うん、ゴールは、あー、なるほどね、右行った方がいいかな、とりあえず。いや、今笑顔、まっすぐ行こう。お前、休み日は何してんだよ。ポカモンだぜ。よし、あれおもろいよな。よし、右行こう。ここタバコ吸えるな。で、禁煙なんでごめんなさいって言ったら、へえ、ちゃんとしてんだな。当たり前だろ。で、どうしよう、まっすぐ行っちゃったらこれ、まあ、ここか、ゴールは。まだまっすぐで行くか。まっすぐ、もっと早く進めないのか。もっと風を感じたいじゃけ。で、行こっか。お、車好きなのか。いや、タクシー運転手。
オロンたちが最近ノリ悪いんだよな。そんなことないと思いますよって笑うのか。きっとあんたのことは嫌いなんでしょうね。いやどっちもやべえな。まあ、嫌いっていうのはおかしいから、笑い顔気になるからこっち行こっか。オッケー、そうだよな、もっと仲良くしていきてえぜ。お前京都マンジチャレンジャーといたとか、もう東京リベンジャーズだろ。はい、もちろんです。で行こっか。お、熱いよなあのアニメ。本当にこっち見ちゃうか。合ってるでしょ。合ってるって。で、ここら辺上手だが、こっちの道はなかった気するが、最近道路の改修工事があって裏道ができたんですよ。ナビ通りに住んでるので合ってると思います。ナビっていうのがこいつは好きじゃねえべ。まあだからこっちかな、裏道。オッケー、そりゃしなかった、悪い悪い。まあとりあえずまっすぐ行って、いいね、5000超えてる。でもう右に曲がってゴールしよっか。こっから先危ねえか。よし、危ねえ、切れかかってる。はい、5200円。まあまあいいでしょう。お、到着かな、ありがとうよ。ふぅ、いや頑張った方でしょう。サンキュー。お、 S ランク、すげえじゃん。別にね、あの特殊イベント行ってないけど、これぐらいいけんだ。さてことで終わろうかと思ったけど、なんかまだあるな。芸術家行ってみるか。はい、うん、まあ普通っぽいの。まあ服すっげえ汚れてるけど、特殊イベント裏じゃん、マジか。とりあえずまあ、じゃあ右か、右に曲がります。うん、さあどんな話をしてくるのか。あ、あべやべえ、ぼったくりボタン押しなかった。まだ僕若い時に僕の絵を変えたいって声をかけてきた人がいてね。おお、お客さんの才能に気づいてたんかも。物好きな人もいる。これでやばいわ。物好きな人もいるんじゃなくて、才能に気づいたんすよ。よし、機嫌がいい時に右に曲がっとこう。うん、真っ黒な瞳で、愛しがった。でもその人は初めて僕の絵を買ってくれたんだ。そりゃ嬉しいっすね。今でも覚えてるんですね。嬉しいっすね。 OK、 でまっすぐ行こう。あ、絵を描くときのこだわりとかあります？自分の感覚を信じることはな。曖昧っすね。もしくはかっこいい、憧れる。よし、で左へ行こう。うん、ある日、地元のカフェに行ったらさ、僕が初めて売った絵そこに飾られてて、お、嬉しいな。それはすごい偶然ですね。似てるだけで他の人の作品かもですよ。いや違う違う違う、それはすごい偶然ですね。運命だ。僕の絵が知らないうちに大事にされてたんだ。うんうん、いいね。まっすぐ行って、あ、頑張ればいけんな、特殊イベント。うん、でまっすぐで次右曲がりたい。もう絶対おかしいけど、ゴールこっちで、近道なんすわ。さっきの話の続きだが、カフェの店主に聞いたらその絵は高値で買ったそうだ。ほう、最初に買った人が店主にふっかけたのでは。ふっかけたって言い方よくねえな。嘘かもですね。最初の人から盗んだのでは。いや、盗んだじゃなくてふっかけた？こっちかな。まあそれぐらい素晴らしい絵に見えたからふっかけたっていうね。うん、だからこの人にとってはちょっと嬉しい話でもある反面、まあちょっとなんだかなみたいなとこもあるよな。オッケー、考えいいね、多分そうだ。そうじゃなくとも、あんな高値、ぼったくりの才能があるな。今笑顔だ。まっすぐ行こう。今思うと、最初に僕の絵を買ってくれた人はぼったくり屋だったのかな。もう転売屋みたいに言うな。まあでも絵を買ってくれたら嬉しいですよね。ぼったくりなんて最低すぎますよね。最低だ、ぼったくりなんて最低だ。ダメ、君ね、そこまで言わなくても僕にとっては思いなんだよ。あ、すいませんでした。じゃあでも左行くんだけど、これは一応進行方向的には合ってるから大丈夫。左、オッケー。あ、もうこれ完全にいったわって思ったけど、あ、いけるね。うん、いけるいける。特殊イベントはクリアだ。あ、あれは、あれ、もう着いた。どうかしたんですか。うん、その思い出のカフェか。あ、アートミュージアム。うん、あれは僕の永遠のライバル、バカにしまくりの個展。僕はあいつに何度も泣かされたんだ。許せん。すごい大盛況ですね。そんな競うもんじゃないべ、芸術って。僕が開いた個展は全く人が来なかったのに。まだまだこれからじゃないですか。
こんなにも素晴らしい絵を描いているのに。そうっすね。周りの見る目がないんじゃないか。はあ、あれこれ怒ってない？いや、くじけるな僕よ。うん、絶対に僕の絵は認められるべきだ。こんなところでは負けてられない。お、早くアトリエに戻って絵を描かないと。あ、でもいいんじゃない？なんか解決したみたいでよかったです。うっす。お、よかったよかった。だけどこっから戻るにはまっすぐ行って左行ってこう行くしかないか。そうね、まっすぐ行こう。ふう、まあ、やる気が出たんであればよかったです。よし、じゃああとは普通にゴールまで迎えればいいかな。いや、会話がむずそうこの人で。左行こう。はい、会話してこねえ。そんな状況でちょっと怒らせるのか。ここまで OK ね。こっから先は多分そうね、よくないと思う。そうね、真顔になってくるぞ。でもここで左に曲がれる。よし、 OK。こんなそこまで運転手も大変だね。やめたくなったりしないの？いろいろな人と出会えますから。あなたとも会えましたし。っていうのか、安定した収入が得られるので、まあこっちかな。うん、はい、君と会えてよかった。はは、僕に会えるなんてそりゃ嬉しいだろうね。自慢したっていいんだよ。こいつ何なんだ。こんな道は僕の記憶にないが、近道ですよっていうか、ナビによるとっていうか、近道です。 OK。で、ここは普通に左曲がって OK ね。左、うん。向かってるってちゃんと。僕は長年芸術の道を歩んでいるが、運転手からは才能を感じるよ。なんの？本当ですか？実は絵を描くことは好きなんです。ああ、芸術の？いやいや、そんな恐れ多いです。こっちかな。はい。面白みのないやつだな。謙虚な姿勢では描くことはできないからね。お、あそこのシャッターに落書きされてる。マッチョン治安悪くしますよね。品がない。いや、こっちじゃないでしょ。イラストとしてはすごいですね。イラストとしては、まあ、いっか、こっちだな。うん、君は分かってるね。あの落書きからは作者からのにじみ出るパッションを感じるよ。もうこれ、あとまっすぐ行けばゴールだから。うん、このまま行こう。もし宝くじに当たったら君は運転手をやめる？いえ、続けるつもりです。もしくは、もちろんです。やはり大変なことも多いので。これどっち？でもさ、この人的にはさ、宝くじが当たっても絵を描くのはやめないでしょ。だから同じ心情で続けます。うん、そうだよな、その息だよ。僕もどれほどお金があったとしても画家を続けるよ。当てた。いいよ、いい感じにご機嫌をとってます。そしてまっすぐ。近年はアニメの躍進がすごい。僕も多くのインスピレーションを受けてるんだ。白子のバスケは名作です。まあ、白子がバスケするのか。京都チャレンジャーズとかいいらしいですね。どっち？でもヤンキー系の漫画とか好きじゃないんじゃないの？まあ、黒子のバスケ、まあ、白子のバスケか。こっちかな。違うの？あれは感情変化の描写がもう少し細かくあればな。やべえ、こっから先なんか会話むずそう。まっすぐ行こう。お金がなくてそろそろ生活費に支障が出てきそうだ。どうすればいいのか。燃やす生活でいきましょう。いらないものをフリマとかで売りさばきましょう。どっち？僕の芸術はいらないものじゃないとか言い出しそうかな。いや、こっちで行こう。あ、OK。 フリーマーケットは考えたことはなかったな。僕の絵も売れたりして。そうっすよ。いや、まっすぐ行ってるって。おい運転手、美術展とかに行ったりすることはある？たまに行きますね。行ってみると意外楽しくて。芸術系苦手で見てると眠くなってしまって。 OK、 これはこっちだ。はい、やるじゃないか。アートは肌で感じてこそだからね。もうまっすぐだ。なんで？向かってるってちゃんと。おい運転手、騙そうっていうか、もう目の前っすよお客さん。わからん、この基準がわからん。なんだいこの料金、ぼったくろうとしているな。はい。まあ失敗だ。まあでももう少しでゴールだったな。いけそうだ。今日はなぜタクシーに乗ったんですか？この町の画材店に筆を買いに行こうと思って。ネットでは買わないんですか？いや、ちゃんとね、指で触って確かめたいんだよな。きっと何かいい画材とか売ってるんですか？こっち、うん。
あの店だといい筆が安い値段で買えるんだよ。世界どうか絵はどっかで習ったりしたんですか？独学だよ。そうなんすか。おいいんだ。よし。お、あそこのシャッターに落書き。これはイラストとしてはすごい。はい。うん。ゴールが近づいてる。2500か。満足できん。こんなもんじゃ満足できん。だから、ここに来たらゴールだから、ここをぐるぐる回っといて、いつでもゴールできるようにしとけばいいんじゃない？そうしよう。はい。5000まで行ければいいけど。こんな遅くまで？運転手も大変だね。やめたくなったりしたいの？これだな。出会い。出会いがありますから。うん。よし。まっすぐ。もういつでもゴールできるにしようぜ。で、右。はい。絵を描くのって大変ですか？どうだろうな。だいたい一作に1ヶ月程度かかるけど、まあそうはね。そんなに時間かかるんですか？思ったより早いっすね。いや、違う。こっちだろう。いや、油屋とかになればね、めっちゃくちゃかかるからな。そんなにかかるんですか？っていい反応してあげよう。え？ゴールします！あぶねえ！いや、もうここはゴール優先でいきます。しょうがない。はい。着きましたよ。あー、ここだ。ここで降りるよ。ふぅ。まあ、なかなかの乗り越えちゃったよ。何様だ。さあ、どうなんだろう。もう終わりか？あ、これ最後かな？勇者？あの、やべえ人来た。まあ、行こうか。これ最後。勇者？勇者様？ぼったくりボタン、失礼します。そして、まあ、特殊イベント、これむずいわ。目的地がここだから、ここのライン1個行ったらもうずっとポイント下がるもんだ。まあ、とりあえず、右行こう。はい。まあ、序盤の方は簡単なはず。だから、序盤のうちでどんどん稼ぐ。この街って、魔王も魔法もないのかい？ああ、やべえな、こいつ。異世界ってやつの話ですか？はい。え？異世界？あ、そっか。あれにとっては現世界だもんね。はい。だから、ここは、彼のロールプレイに、付き合ってあげないとダメなのか。でも、こっから先はダメなのか。危ねえな。一旦、左、行こう。はい。魔法もなくて、君たちは、どうやって生活してるんだい？電気とか使ったりします。ツイッターとか使ったりします。あ、ゲン X。ツイッターで何の生活できるんだ？電気。え、ダメ？電気。電気魔法のことかい？やっぱり魔法使ってんじゃねえか。わかんねえ、こいつ。立派な町だな。誰が支配って言うな。支配してるんだ。市長がこの市、この市のトップですかね。私であるが。え？いや、市長というか。オッケー。へえ、でもなんかその市長、悪い気配がする。なんとなくだけど。やっぱり市長悪いやつなのかな。いやー、これ厳しいと思うわ、特殊イベント。魔王も魔法もなくて、誰も僕のことを知らなくて。魔王と魔法は、フィクションならありますけどね。目減らすか？どうしよう。フィクションって言ったらな。メンヘラっていう言葉が、それはどんな魔法なんだいっていう風にワクワクするんじゃない？メンヘラ。ダメ？メンヘラ？わかんのかい、メンヘラ。まっすぐ行こう。とりあえず、機嫌を直してもろって。この辺のうまい食べ物を知ってるかい？マックリー市名物の栗きんとんは絶品です。やはり焼肉は手間ですね。焼肉？いや、栗きんとんしようか。はい。オッケー。栗きんとん。初めて聞いたな。うまそうだ。いや、機嫌は治ったけど、右に行く勇気。行ったまっすぐ。こんな乗り物に連れ込んで、何が目的なんだ。いや、自分から乗ってんじゃねえかよ。あなたが来たいって言ったんでしょ。己、苦し紛れの言い訳をするな。喧嘩じゃん。いや、意外とこっちかもしんない。はい。ダメかよ。ダメだ。この乗り物は魔法を使ってるのかい？魔法は使ったんです。ガソリンを燃やして動かしてます。こっちか？オッケー。ガソリン、そんな物質があるのか。いや、もう特殊イベント諦めよう。はい。ちゃんとゴールしよっか。うわー、普通にゴールするのも難しそう。僕のことも、僕が成したことも、ここでは誰一人知らない。僕は一体、何者なんだろう。そんなことありませんって、自信持ってくださいよ。
あなたを必要としてる人もどっかにいるはずですよ。こっちだ。オッケー。うん。ふう。あぶねえ。なんとかゴールはいけんじゃない？うん。ゴール優先。ゴール優先。会話なし。一旦左。うん。そしてもうゴールしちゃうな。まあしょうがない。うん。3600円っていうかこいつ払えんのか。いやちょっとでもぼったくろ。わあやべ、切れんの早いっすよ勇者さん。左行こう。会話なしは一番やばいって。うわーマジかよ。ずっと見知らぬ道ばかり。君もしかして迷ってるのかい。見知らんてかあんたどこも知らないでしょ。わあまるでこの世界に来た後の僕のように怒涛に迷っているんだね。だからこんなに遠回りしてるんだね。いやちゃんと向かってたって信じたのに。悲しきことだ。許さないけどね。なんか怒り方減らってる。なんでみんな剣を持ってないの。まずこの世界では使わないですよ。剣は必要なんですか。必要っすか。いや、そうしよう。必要っすか。必要だよ。魔物に襲われたら大変じゃないか。魔物いないんだわ。で、もう行けそうなんだわ。うん、行こう。雨の日に歩いてたら傘がカゴみたいなものに刺さったんだ。勇者の剣みたいで抜いちゃった。それやってると泥棒っすよ。落ちてるの拾っちゃまだですよ。やべ、エッポ勇者なのにフィールドにあるんだから拾ってもいいだろう。やべ。左。みんなの笑顔や、願いを守っていきたいんだ。そんなの無謀すぎます。他人を思えることは素敵です。うわー、で右に行く勇気。行ってみよう。お、できた。特殊イベント。ん？あそこに書かれてるのは僕？あれは何なんだ？あれはゲーム、大衆向けの娯楽の宣伝ですよ。ほう。確かに、お客さんに似ていますね。娯楽、僕は物語の中の存在だったの？きっとそうですよ。軽く言っちゃった。だから、お客さんのいた世界に帰る方法も絶対にあるはずです。うん、希望を持たせる。ああ、絶対にみんなの待ってる世界に帰ってやるという特殊イベントではあったんだけども、カーブできるまでどうしよう。いや、右に曲がって右に曲がろう。うん、右に曲がってもうすぐ怒るんだから。で、右に曲がる。せっかくイベント見れたのに。何が目的なんだ。あなたが行きたいって言ったんでしょ。こっちだ。うん、そうだった。バカだ。ダメ。向かってるじゃん、ちゃんとそっちに。いや、進行方向的に奥に行った方がいいんだろうな。そっち行こう。だから機嫌が治るまではそっち側に向かってどんどん進んでって、うん、で機嫌が戻ってきたら左に曲がるっていう感じで、なんとかいけるか。あー厳しそう。お話しません。お話しましょうよ。多分これね、左に曲がったらねポイント下がるんじゃないかな。わ、だけど会話なしで、きついって。マジで会話しねえ。怒っちゃった。あと1回か。あと1回。いや、おかしいじゃん。進んでたのに。ん？画面中央下の道具。なんだこの道具は。道が示されているのか？カナビか？これで自分の現在地見れるんですよ。これで、目的地までの道のりが見れるんですよ。わあ、道のりが見れるって言ったら、おかしいなってなったりするかな。自分の現在地が見れる。ダメ？そんなことしてるよ。いつも視界の端に出てくれてたろ。あ、君ゲームプレイヤーしてるじゃん。オッケー。もうゴールできそうだな。まあ、3000いければよしとするか。うん、この質問は知ってる。あなたを人としてる人きっといるぜ。俺は君からぼったくるぜ。まあでもまだ笑顔なんだよな。ちょっと進んでみて、もうちょっとぐるっと回るか。せめて
せめてちょっとはぼったくりたい。うん。ここでまっすぐ行くと思いきや左に行くんだな。はい。会話しようぜ。会話。あー、危ねえ。会話してこないんだったらポイントを上げる手段がないんで、もうゴールしよう。危ねえ。はい、到着でーす。まあ4200円、まあいいでしょう。どうもありがとう、君に会えてよかった。ふぅ、クリア。ありがとう、感謝してるよ。なんだあいつ。はい、全ステージクリアをしたと思ったら、え、あなたはもしかして市長か。特殊イベントどこ。あ、ないんだ。じゃあまっすぐぼったくらせていただきます。最近物騒な話を聞くんですよね。多分市長じゃないこれ。うん、ずっと怪しかった。うん、なんでも悪質なぼったくりタクシーがとか。ギクッ。オフにするべきか。いや、いい、いける、ぼったくったれ。私この町の市長なんですけど、ぼったくりなんてとんでもない。あ、そうっすよね、ぼったくりなんてありえないですよね。いや、ゴールしちゃうな。いた、左。今ぼったくろうとしたね。私の前でいい度胸だ。だがいただけないな。やべ。え、うわお。あ、もう完全にこれはぼったくっちゃダメなんだ、市長には。あー、市長強え。ちょ、もう一回勝負じゃ。でもこのメーターぐらいはいいっすよね。はい、失礼します。メーターぐらい、メーターぐらい許してください、市長。これがなきゃうち暮らしてけんすよ。家族養えねんすわ。うん、まっすぐ行くか、しょうがない。そっかそっか。なあ、そう思うだろね。はい。そして、いや、普通にゴールしちゃうな。でもしょうがない、それはしょうがない、ゴールしよう。だけどぼったくりメーターだぜ。そうか、君はあくまで善良な運転手なんだって、そう言ったわけだな。あ、はい。うわ、なんだ今の、今のオチなんだ。いや、だからこれもオンにしない。普通に乗せるだけじゃん。もうただのタクシー運転手じゃん。俺ただのタクシー運転手にはなりたくねえんだよ。まあ、とりあえずなんか真のエンディングが見れるとかそんな感じなのかな。であれば見ておこう。はい、普通に善良な、はい、500円で送り届ける。そうか、君はあくまで善良な運転手。はい、そうっすけど、あれ変わんねえ。なんだこのオチ。もう最初からおかしい行動してみるか。左、またぼったくろとしたね。ああ、もう早速初手ぼったくろとしたら私前でいい度胸だ。だが、ん、これまた失敗か。あれ、ダメだね。なんか道があんのか。お、3回目だ、ぼったくろっちゃね。数えてる。私の前でいい度胸だ。だがいただけないな。あれ、もしかして繰り返したらなんか出てくるのかな。だからもう一回ぼったくろうぜ。左、私はこの町の法を作り変えた。ぼったくりをなくしてあげたんだ。どうなるんだ、市民のためだと思うか。残念ながらそうではない。ほう、ライバルを消すためだ。え、ぼったくりライバルを消すためだよ。ぼったくってんの、店長。ではさらばだ。さらば。いや、失敗するんかい。よし、5回目のぼったくり、おるり。今なかなか感心してるんですよ。随分骨のある新人が現れたなって。私は、ぼったくりの王だ。は？何このちょっとずつ見せてくんの。もう一丁。はい。私は、ぼったくりしまくって、市長府にまで登り詰めた他者を蹴落として。ほう。そして私は、ぼったくりライバルを消すために市長にまでなった。そんなぼったくりしたい。善良な市長というのはただのまやかし。ぼったくりの王として
ぼったくりでこの世界を支配する。あのぼったくりって言い方なんかすげえダセえな。だから君のようなぼったくりタクシーの存在は排除するのだ。でまたボーンでしょ。でも話は続いてるよな。まだまだぼったくる君。ここまで来てなおぼったくろうというのかね。お、変わってる。うん、はい、ぼったくります。あなたからどうだ、見つけた。ほ、私がぼったくり対策の方を作った本心は市民のためでもライバルを消すためでもない。何、次世代のぼったくりアーへの試練だったのだ。はあ、次なるぼったくりの王を作るためだ。それが私、私はぼったくりを愛している。だからあのやべえことあったわかってる、めげずにひたむきにぼったくるぼったくりアーを待っていた。君のような次世代がいるならぼったくりの未来は明るいね。譲るよ、君こそ真のぼったくりの王だ。何言ってんの。あ、はい、ハイパーぼったくりエンド、やったー、ハイパーぼったくりエンドだ。はい、ということでぼったくりタクシーでございました。もう基本的にみんなちょっと頭おかしいんだけど、その選択肢どっち選んだらいいのかわかんないってところが、それがまた面白かったね。いや本当は3人ぐらいね遊んだらもうそれでいいかなと思ったけど、もう気になってさ、もうここまでやっちゃった。結局最後は市長が出てくるんですね。そのなんだかんだちょっとフラグあったもんな。まあ市長はそっか、ぼったくりの王だったのか。そして次なるぼったくりの王は私が継承したということで、ハッピーエンド。市長公認って。